はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。サムネ映え、マグちゃんが赤くなって仕返しをしてきたこちらやっていきましょう。よし、しっかり見よう。まずここ。はい、ここ。あー、そいつ邪魔。オッケー、まずこう目の前、こう2体踏んだとこう行く。あー、うわ、ちょ、結構上にも敷き詰められてんだね。そんじゃどうにかして、下の奴らだけで。おらよっと、あー、くそ、もうちょいな、気するな。いや、でも、いける。こういった後、溜めて、ほらよっと、うわ、この下にいる奴らをさ、ちょっと下に引きつけて、一気に踏むことなく飛び越える作戦。あると思います。なん、ないな。待てよ、これさ、こいつも一気に仕留めた後、ちょっと寄せて寄せて寄せすぎやらかしたってなったら、よいしょ、こいつら、あー、ちょっと待って、この下の奴らを一気にヒップドロップで一網打尽にする作戦。それでいこう。はい、まずこの手前の2体。で、はい、ヒップドロップの場所最悪か？よし、おーしょ、オッケー、ナイス！よし！いや、そうだ、ちょっとね、次のコースに移る前に一つお話ししないといけないことがあって、これだ。この実況者好きさんって人、さっきのマグナムキラーのコースの制作者さんなんだけど、この人ね、結構俺のコースのコメント欄で、僕のコース遊んでくださいっていうリクエストを送ってきてくれてる人なんだよね。ここにも確か、さっき見た時30日前とかだったはず。これだ。こんな感じでね、そう、ほぼ毎回ね、なんかサムネ映えするコース作ったので遊んでくださいって俺に対して送ってくれてる人で、そう、俺もね、この顔覚えたレベル。そんな感じで俺のことめっちゃ好きなんだなーって、まあ気持ちはすごい嬉しいんだけど、ただちょっとね、俺決めてることがあって、このコースのコメント欄とか、他にも YouTube のコメント欄、他にも Twitter の DM とかに、こうなんかリクエストとか送って来られても、俺引き受けないようにしてるんだよね。っていうのもちょっと理由があって、やっぱりさ、コースのコメント欄にはコースの感想欲しくない？みんな。どう思う？そう、こうさ、せっかくさ、そう、これ100点満点のコメント、この3色スピードランに対して3色の絵を描いてくれてるこの100点満点のすごい気持ちが伝わるコメント。めっちゃね、あ、俺のコース見てくれてるなーみたいな、そういう感じがする。他にもいいねとかさ、こうスタンプでもいいからさ、そう。他にもさ、このユーボルトさん、ユーボルトさんね、この人ね、このクリア率 0.04% の俺のコースをクリアまで頑張ってくれた人なんだよ、この人。この人の面白いというコメントとか、すごい嬉しい気持ちになるんだ。そういうのに対して、そう、そういうね、嬉しいコメントがね、せっかくの嬉しいコメントがね、リクエストでね、埋まっちゃうんだ、こんな感じで。だからね、俺ね、そう、コースの募集は、この動画の概要欄に毎回ね、コース募集はこちらっていうね、フォームを貼ってあるんだよね。そう、そっちに送ってこられたら、例えばマリオメーカーのコースのコメントはマリオメーカー持ってる人じゃないとさ、できないし、YouTube のコメントは、YouTube のアカウント持ってる人じゃないとできないし、Twitter の DM は Twitter 持ってる人じゃないとできないんだけど、そこは、ネット環境ある人だったら誰でもリクエストできる場所だから平等性もあるんだよね。そう。だからコース募集はコース募集フォーム一箇所っていう風に俺決めてるんだ。そう。そこだけちょっとご理解ください。っていうのをちょっと言っておかないと、もしかしたらこの実況者好きさんがさ、こうなんか、毎回このリクエストを送ったから、その努力が実ったみたいな風に勘違いしちゃったらさ、今後も毎回さ、俺の新作コースにさ、もうコース遊べ、なんで前回は遊んだのに今回は遊ばないんだ、みたいにさ、なんかちょっと、エスカレートしていっちゃったら困るから、ちょっと今回は、このリクエストとは全く無関係で、世界のコースを漁ってたら、たまたま見つけたんだよっていうのをちょっと、言っとかないとなって、思って、今回ちょっと、長くなっちゃったけど、お話しした次第です。ほんと長くなってごめんね、次のコース行こっか。アナーキークリア率 1.03 やっていこう。よし、一回地面から離れたら着地しないでゴール。はい。指示に従う。はい、ここ、バンドで、待って、さっき俺 P ブロックのとこ俺ちゃんといたよな。よいしょ、もうちょい右。オッケー。ここ、よし。はい、この辺。はい、次、ここ。はい、ここ。うわ、そこね、あぶね。よし、で、次、矢印。はい、P。はい、矢印。はい、P ブロック。あぶね、間に合った。うわー、
ボイよし危ねえよしはいはい次そこはい次そこはいあー間に合ってなかった2回目のテイクめっちゃ調子良かったな絶対次そんなうまくいかねえま、ちょっとこれね今のねマジで偶然うまくいっただけだからねいけるこれ大丈夫さっき残り277秒とかそんくらいだったけど戻ってくれる戻ってこれてるねいいねよしはいここはいここうんいける次矢印はいなあそっちかうおーオッケーよし楽しい8ファイナル6壁何壁これはなんだクッパ城アスレチッククリア率 0.35 やっていきましょう上捨てだって上捨てはね俺昔ねこの溶岩から逃げるみたいなやつだと思うけどそういうの結構バズったんだよし対戦よろしくお願いします絶対これ動画映えするさあ頑張っていこうさあこっからこの溶岩がせり上がってくるから避けましょう避けましょうじゃねえ逃げましょうみたいなそういうやつ今ちょっと危なかったなはいはいでこっちなるほどヒップキャンセルちょっと待ってうおー結構なんか絶妙なジャンプ調整とか必要なやつよいしょ危ねえよしでこっちこうでこうはいスピンはいはい、はい、はい、はいと。で、これ乗る。おぉ、ジュゲムの雲。珍しいね、そんなもん使うコース。何をしてんだ、お前は。よし、ただいま。ここちょっと下。で、よいしょ。しゃがむ。オッケー。もう雲はお役ごめんだよな。で、こっち。で、オフ。ほい。結構もう溶岩から逃げてるんじゃないこれ。あぶね！なーに、なんでばっか。操作ミスった。よし、ただいま。この辺だよね、さっきの。前回の最高地点。オッケー。よし。さあ、溶岩がまたちょっと顔を見せてきたね。さあ、こっち。壁キック。こう、危ない、今。ちょっと待って。ちょっとロスった。で、こっち。はい。いける。よし。よーし、逃げ切った。さあ、これでようやく中間か。まだ続くんだ。危な。やべ。いやー、危ねー。よいしょ。オッケー。で、こっち、はい、ここ。え？いける？これ、いける、オッケー。頭がさ、もう完全にさ、絶対なんか、ねえ、これ、かゆいところはありませんか？だよ、これ。で、これ結構しんどいぞ。これさ、そこの壁でこう、壁キックして、まずいタイミング最悪こういうことだよな、これ。よし、タイミングちょっと測るのむずいな。こんな感じ。うわぁ、くそ、え、と、え？シビアこれよしいけたオッケーめっちゃなんかもう無言になってたよしようやく超えたあそこめっちゃきつかったおお危ねえこれはああそういうことかこれキラー踏んで飛び越えようとちょっと待ってそのクッパファイヤーがやらしすぎるよーっしゃーGG。アンエンジョイアブルスピードラン20秒クリア率 2.35。まあ、またなんかクリア率がなんかろれつ回ってなかった気するけどやっていこう。よし、月層をすべて倒してからゴール。よいしょ。ほい。3、あー、ちょい、何をしてんのどういう挙動なんかこれはこれで珍しいな。なんかこれ、下置きだと思っちゃったな。はい、ここで、はい、投げる。はい、ここ入る。さあ、次は、おー、なんか、ゴール条件、ようわからんけど、達成した。わーおはい、あーえよし。はい、ここ投げる。はい、スピンする。で、ここでジャンプ離す。はい、こう、はい。はい、スピンする。ここは、ジャンプを失敗で、オッケーうわーどうなるかと思ったー。鼻毛ボンバーのクラゲ大量、こちらやっていきましょう。クリア率 0.41%。これちょっとやばくないか、これ。これつまりこのさ、バネ持った状態で、こう進みましょうみたいな、そういうことだよな。こんな感じで微妙に調整して。で、このクラゲってね、針と同じあたり判定なんだよな。もうこの時点でマリオメーカー2の動画いくつか見たことある人はさ、もう恐ろしいコースだっていうのはもう想像ついたと思うけど。ただこれ3スキンってわー、シビアだ。3スキンってね、3スキンと初代スキンは、水中に限り針の当たり判定そんなに広くないみたいなこと言おうとしたんだけど、
ああ。ちょっとまあ今から何回か試してみるけど、おぶね。そう、こんな感じでね、ちょうどいいところってね、ふわふわしてたらね、こうマリオって水中だったらちょっとあの縦の高さが低くなるんかな。だからこう幅1マスでもちょっと余裕ができるっていうかね、ちょっとこんな感じで泳いで上下にゆらゆらしても、針に当たらないんだよ。こんな感じ。今結構なんかさ、猶予っていうか余裕っていうかそういうのなかった。だからこれを、こうバネ持った状態で、バネ持つ必要あるのかわからんけどさ、進んでいきましょうみたいな、こういう感じだよな。あーくそ、一旦ちょっとこうバネ持って、ちょっと左に行こう。左に行って、こう、スピード出していこう。こんな感じ。あーマジか。ただ問題はこれをどんだけやる必要あるのかだよな、これ。どんだけの距離これ進む必要あるのかどうか。なあ、まずちょっと入らせてくれ。あとはあれだな、こうなんかちょこちょここう下に下に下にってやるタイミング。こうバネ持ってたら、なんかビート板みたいな感じで勝手に上に浮き上がるから、右に進みながら定期的に下、下、下、下っていう風に押して、この高さを合わせ続ける必要がある。くそ！あ、でもこのゴールの黒いところが見えたから意外とそんな遠くまで行く必要はなさそう。よし。よし、集中。なあ、マジか。よし、お、コツ掴んだ、コツ掴んだ、集中、うわあ、くそ。ただまあ、ようやくゴール見えたよ。いけるぞ。よし。いいよ、これいい位置、勝負。オッケー、いいよ、いけるよ、いけるよ、よっしゃ。よし。